野生動物による被害の対策に取り組むプロフェッショナル組織テゴスは、東広島市にある県の農業技術センターに設置されました。今日は開所式が開かれ、テゴスのスタッフのほか、開設段階で参画する県や尾道市、庄原市など5つの市町の副市長や町長などが出席しました。これから会の皆様方と鳥獣対策一緒になってですね、取り組んで、ぜひとも広島県の被害額を半減するように尽力してまいりますので、ご協力よろしくお願いいたします。テゴスは動物行動学など専門的な知識を持つスタッフで構成され、5つの市町それぞれに担当者を置き、農業者への技術指導や相談対応に当たります。県によりますと、イノシシやシカなどの野生動物による農作物被害は2022年度でおよそ4億円に上ります。県はテゴスの稼働などで来年度の被害額を5000万円減らしたいとしています。ではここからは取材をした記者とともにニュースを掘り下げる現場推しのコーナーです。今日は担当した若木記者に伝えてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどのニュースでもありましたが、県内の農作物への野生動物による被害が4億円ということで、はい、そうなんですよ。かなり驚きの数字ですね、はい、非常に高い額になっているんですが、はい、ちょっとこちらをご覧ください。はい、こちら広島県 のイノシシやシカなど野生の動物による農作物被害額の推移なんですけれども、ピークの2010年度には約8億5000万円もあったんですね。超えてるんですね。はい、ただまあこれではいけないということで、県は集落全体での総合的な対策に取り組みまして、5年後2015年度にはおよそ4億1000万円まで下げたと、半減したんですね。ただですね、その後見ていただければ分かると思うんですが、ここ7年間ぐらいずっと4億円前後で推移をしてまして、ちょっと4億円を超えている年もありました。で、2022年度だいたい4億円なんですけれども、これ全国で8番目の被害総額ということで、非常に高い数字で止まっているという状態なんですね。できればね、小さければ小さいほどいいに越したことはないですし、今回このテゴスというものが、はい、まあ、始まりますと、どういったところが変わるんでしょうか。はい、ちょっと仕組みが変わりますので、こちらご覧ください。はい、これまではですね、県の支援を受けた市町の方が国の交付金などを活用しまして、生産者などに個別の鳥獣害対策というのを行っていました。ただ鳥獣害対策というのはですね、非常にノウハウの習得にそれなりの時間がかかるんですね。で、あるにもかかわらず、どうしても市町の職員の方々、だいたい3年おきぐらいで定期異動というのがありまして、なかなかこちらの課題、ノウハウが蓄積しにくい、そして専門的な対策の実施が非常に難しいといった課題があるのが現状でした。で、今後どう変わるのかというと、こちらになります。テゴスを立ち上げたことで、県や市町はこちらのテゴスに委託をしまして、専門のアドバイザーがいて、さらにですね、今回5市町なんですけれども、市町の専任の職員というのが置かれていまして、こちらの職員たちが生産者等に直接の個別対応を行っていくということで、この分ですね、市町の職員の業務がちょっと減る分、市町の職員はより俯瞰的にですね、複数の集落を見渡したような計画的な実施要項であったり立案というのに集中できるということで、その分さらなる被害の抑制というのが期待されています。より専門性も、ね、高まるのかなと思いますが、具体的にはどんな対策になってくるんでしょうか。はい、それが今日の現場推しになるんですけれども、はい、効果的な対策の主なものを取材してきましたのでご覧ください。はい、イノシシやシカなどの侵入を防ぐ防護柵なんですが、多くは間違った方法で設置しているということで、このように正しく設置することで被害を一気に防ぐことができるということなんです。こちらはすでに普及しているメッシュ柵と電気柵を組み合わせた侵入防止柵です。メッシュの間隔を10センチ四方にすると、ウリ棒の侵入も防げたり、一番下に鉄パイプを横に1本入れるだけで柵が強固になったりして、被害が大幅に減るということです。また夜間も撮影できるカメラを設置して、どんな動物が被害をもたらしているのかを知って、その動物に合った対策を実施することも欠かせません。各地域いろいろ実情が違いますから、まずは 2集落ピックアップしてですね、そこを徹底的に改善すると、どんどんそれを広げていく。
うん、木村さん、かなり細かな工夫というところなんですね。うん、そうですね、本当ちょっとしたことだと思うんですけど、なかなかこの継承というところが課題なんでしょうか。そうですね、なかなか職員たちに引き継いでいくノウハウを引き継ぐというのが一つ課題でして、特にこの防護柵なんかに関してはテゴスの代表によりますと、ざっと9割くらいは間違った設置になっているということで、非常に効果が少なくなってしまうという現在の課題があると指摘していました。でまたもちろん防御するだけで終わりではなくて、捕獲も大切ですし、あとはまあ腐った野菜とかをそのまま畑に置いておかないなどといった環境の改善も必要だということで、テゴスではまあ生産者そして地域の住民の方にも粘り強く説明して実施していきたいと話していました。始まったばかりですけれども、どれだけ効果が出るのか期待したいと思います。ここまで若木さんに伝えてもらいました。